はい、こんにちは。今日はですね、日米韓の情勢、そして2015年の日韓合意、旧朝鮮半島出身労働者問題などについてお伝えしてまいります。で、バイデン政権誕生のですね、可能性が高くなる中、今後バイデン政権がですね、アメリカで誕生した場合、日米韓の情勢はどうなるでしょうか。この動画ではですね、現状ですね、アメリカ大統領選挙の結果というものが最後までまだ分かりませんけれども、仮にですね、バイデン政権が誕生した場合ということを想定した上で話を進めさせていただきます。ご了承ください。で、もしバイデン政権が誕生した場合、その政権の基本路線としては国際協調ということを前面に打ち出してくるものと思われます。政治軍事的両面での同盟国との、多国間主義的な連合という政策になる可能性があると思われます。で、ここで注目されますのはバイデン政権の対中国への政策です。ただですね、この中国の政策ということに関しましては、トランプ政権の対中国政策というものはアメリカで大きな支持を得ているということがあります。で、今回の選挙でも上院下院ともにですね、共和党が善戦しているんですね。で、上院の過半数決着は来年1月に持ち越しというふうになっております。日本経済新聞ですが、CNN テレビによると民主党は6日夜時点で48、共和党は47をそれぞれ固めたが、南部ジョージア州の2議席が決選投票に決着を持ち越すことが確実になった。他州の残る3議席はいずれも共和党が優勢だ。また下院でもですね、CNN テレビによると共和党は7日夜時点で全435議席が改選となった下院の198を確保する見通しとなった。現有議席は197、民主党は211を固めて過半数を維持する見通しだ。残り26が激戦になっており、共和党の獲得議席は200を超える可能性が高い。このようにですね、共和党が善戦しているんですよね。ですので、トリプルブルーなんていう話もありましたけれども、トリプルブルーではないんですよね。ですので、こうした情勢を考えますと、バイデン政権がですね、対中国政策ということにおいて、大転換を図るといったことは難しいのではないかとの分析があります。つまりですね、バイデン政権としてもしばらくは対中国政策において転換が難しい、アメリカ内の情勢というものがあると思われまして、一方でバイデン政権としては国際協調ということを打ち出しております。で、バイデン政権としてはアメリカ社会の分断の修復ですとか国際協調ということを、公約通りに行っているという政治姿勢を見せる必要があると思います。ですので、そうした意味から言いますと、対中国の政策ということにおいて同盟国に対してとりあえずアメリカと足並みを揃えるように求めていくということはあると思われます。そうした流れで見ますと、韓国に対しまして日米豪印戦略対話クアッドおよびクリーンネットワークなど、韓国に立場表明ということを明確に求めるということはあり得ると思います。で、そうしたバイデン政権のある種の基調がですね、予測される中、日米韓の情勢はどうなるでしょうか。で、ここでですね、2015年の日韓合意や旧朝鮮半島出身労働者問題ということが出てくると思います。で、バイデン政権はですね、この問題で日韓に対し介入してくる可能性はあると僕は思います。で、実際ですね、2015年の日韓合意ということをめぐり、当時オバマ政権でありましたけれども、バイデン氏は次のように発言しています。鈴木貴文氏、バイデン氏は2015年12月25日の日韓合意の保証人も務めました。米外交誌アトランティックのインタビュー、ザ・ジオポリティカル・セラピスト記事で以下のように語っています。で、これ英語で書かれていますけれども、訳としてはですね、安倍総理に会ったらパククネさんとの関係を助けてほしいと言われた。そこでパク氏にこうするつもりはないかと電話した。自分は結婚生活を元に戻す調停委員の役割を果たしたというわけです。ということだったんですね。で、その後バイデン氏はですね、これは2017年1月6日の朝日新聞の記事ですが、安倍首相は1月6日午前、バイデン米副大統領と電話で協議した。日本側の説明によると、協議はアメリカ側から呼びかけ、同日午前9時40分から約30分間行われた。協議ではバイデン氏がアメリカ政府として2015年日韓合意を支持しており、双方によって着実に履行されることを強く期待すると発言。安倍首相は日韓両政府が責任を持って合意内容を実施していくことが引き続き重要であり、これに逆行することは建設的でないと述べた。ですので、バイデンさんとしてもこの日韓合意は支持していたということだと思います。しかしですね、その後ムンジェイン政権は日韓合意は
被害者の声が十分反映されていないとし、まあ、現状ですね、事実上の破棄状態となっていると思います。ですので、まあ、バイデン政権というのは国際協調ということを重視すると言っておりますので、そしてですね、この日韓合意に関しましてはバイデンさん自身が調停役であったということがあります。そしてバイデンさん自身もアメリカ政府は2015年の日韓合意を支持していると発言しております。ですのでこうした経緯を見てまいりますと、日韓合意の遵守ということをバイデン政権が韓国側に強く促す可能性というものは十分あると思います。そして日本の菅政権もそのことはアメリカ政府に対しまして強く主張できると思います。事実菅総理もですね、菅首相も最近月刊誌文藝春秋10月号への寄稿で、日韓合意後に日韓関係がこのように急速におかしくなるとは考えられなかったが、日本と韓国のどちらがゴールポストを動かしてたかは承認のアメリカもよく知っているだろうと述べたということなんですね。つまり日韓関係において何が問題であるのかということを日本政府はバイデン政権に説明できるということだと思います。つまり日本政府はバイデン政権に対しまして、国家間の約束のゴールポストを動かしたのは韓国側である、日韓合意がその実例である、韓国は日韓合意そして日韓請求権協定など国家間の約束条約を守る必要があると、バイデンさん自身が関わった2015年日韓合意という実例をもとにバイデン政権に対して日本政府はきちんと説明できるということだと思います。で、菅政権がこうした事実と経緯をもとにバイデン政権に説明すれば、このこと自体はですね、バイデン政権も反論しないと思います。で、そうなるとどういうことが次に予想されるでしょうか。韓国側では次のような分析があります。バイデン政権誕生が日韓関係にはどのような影響があるだろうかという趣旨の質問に対しまして、ウィ・ソンラク元駐ロシア大使はですね、日韓関係に関連しバイデン氏が上院議員時代に話したことを伝えながら、韓国の方が有利なように一部メディアが報道しているが、これは大きな間違いだ。今回の大統領選挙でバイデン氏がトランプ氏を攻撃するときも日韓関係を放置したと言って攻撃した。バイデン氏は今後は放置せずに介入すると考えられるが、おそらく我々韓国を圧迫するだろう。我々が先に徴用工問題に対して解決を出して先制的に解決していくことが技術的戦略的に良い。あと省略します。ですので今アメリカではですね、上院下院ともに共和党が善戦しているという現状があると思いますけれども、そうした状況下バイデン政権としては対中国政策ということを大きく、そしてすぐには転換できないと思われる状況下ですね、国際協調ということを押し出している点に日本は注目し、日韓合意と日韓請求権協定という国家間の約束条約を守り遵守するようバイデン政権と菅政権双方が韓国のムンジェイン政権に求めていくということはできるように思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。